アルトゥーロ・サンドバルは、キューバ出身のジャズ・トランペット奏者。首都ハバナにほど近いラーバナ州アルテミサ生まれ。キューバ在住時に、チャーリー・パーカー、クリフォード・ブラウン、ディジー・ガレスピーなどの奏でるビバップの虜となる。1965年、プロ活動を始めた。イラケレで、活躍の後、1990年に、アメリカ合衆国に、亡命、1999年に、 アメリカに帰化した。サンドバルの反省は2000年にアンディ・ガルシア主演でフォーラブ・オア・カントリー、ザ・アルトロ・サンドバルストーリーとしてテレビ映画化された。2001年11月ホワイトハウスにてサンドバルのトランペットは超音波のごとき、超高音域を早いフレーズで演奏することが多く、そのソロは聴くものを圧倒させる。にもかかわらずフリューゲルホルンに持ち帰ればそう言った。 超絶技巧を感じさせないほどの柔らかい音色を奏でることができる。ラテン音楽独特の明るいノリと音楽的影響を受けたクリフォード・ブラウンの4ビートの落ち着いたノリを合わせ持つサンドバルならではと言える。多彩な才能を持つサンドバルはクラシック、サルサ、ビバップなど様々なスタイルの音楽のアレンジを手掛けている。ピアノの腕も確かで、ピアノ演奏によるアルバムも一枚リリースしている。 ありがとうございます。